じゃあガチトーク以上になりますが、この動画4本ぐらいに分けて、1、2、3、4本ぐらいに分けて、あ、前回私3本って言ってましたけど、いろいろな都合があって4本になってました。はい、放送されると思っています。ではガチトーク終了。ありがとうございました。ありがとうございました。出たよ。もう2回目だからさ、すごいキンキンで2回目やらされてるんだよ、これ。病気だよ、もうやだな、これ。ほっぺんかかったのよ、これね。なんか前回のリベンジでまたバラキを真ん中にしましょうみたいな話になりまして。ふざけんじゃないよ、もうあれが精一杯ですよ、私バラキ出るの。はい、ちょっとすいませんね、もう思ってあるんだよな。あ、そうか、バラキがさ、あれなんですよ、ほんとね、こういうやつ苦手で、なんかいろいろね、なんかアドリブでいろいろやってくださいみたいな、そういうのが本当に苦手なんですよ。なのにもう一回やらせるって、もう鬼畜だよ、鬼畜。ほんとね、無理じゃないよ、やりたくないんだよこういうのね。あー、ほんとね、前回ね、いろいろ、まあなんかいろいろやってね、なんかあの椅子の上走ったりだの、なんかいろいろ、あとなんだ、なんか一発ギャグをやらなかったりとかしましたけど、これね、いや本当に苦手なんですよね、アドリブやらされるの。本当はね、そういう能力もつけなきゃいけないんですよ、私もね。いやでもね、やっぱあるじゃないですか、パラメーター的な。大野はそういうアドリブみたいなのは、あの、ハート強い方なんで、まあ、できるんじゃないかなとは思いますけど、毎回やってますしね。バラキは本当そういうのできないんですよね。永原くんも結構そういう、あの、前に一度真ん中、ラジトークの真ん中やってましたけど、あ、間違えた、その時にね。というわけで、します。はいはいはい、大丈夫です。はい、開いて、はい、バラキエルのコント、なんだっけ、万引き。本当にもうこれだけですって、もうこれ以上盗んでません。だからもう返してくださいよ。え？いや、もう盗んでないって言ってるじゃないですか。さっき3回も4回も5回も身体検査したじゃないですか。まだしてないところがある。いや、どこにあるって言うんですか。え？帽子？いや、これは無理です。あの、そのあれですよ、あの、はげてるので、あの、無理なんですよ、あの、帽子を取れないってやめてください。わかりましたよ、取ればいいんでしょ。すいませんでした、パンツ取ってました。はいはいはい、すいません、はい、女性物のパンツ、はい、取りました。はい、もうでもこれだけです。あ、帽子は私なんですけど、もうこれだけなんです。もう許してください。もう取ってないじゃないですか。足りない、商品が足りないって。じゃあもうどこにあるって言うんですか。もう身体検査は5回も6回も7回もやったじゃないですか。もうないですよ。え、いや、髪の毛の下って何言ってるんですか。いや、これ私の地毛ですよ。何、はいはい、すいません、すいませんでした。はい、カツラです、はい、カツラです、すいませんでした。はいはい、
はいはいはい、すいません、パンツ2枚取りました、すいません、はい、二度と、はい、やらないので許してください、はいはい、どうもありがとうございました。はい、覚えてますか皆さん、あの前回ね、あの最後に、まあ、前回っていうか、まあ、大野が間に挟まってるんで、前々回私がここで座ってた時に言いましたね、最後、女性のパンティーかぶりてーってやりましたよ、女性のパンティーかぶってやりましたよ、はい、願望叶いました。皆さん、夢は叶うものではありません、掴むものです、夢は掴むものなんですよ。もうね、これね、ドンキで買いました、なので大丈夫です。皆さんも一生懸命頑張って夢を掴んでいったらいいと思います。私たち、フルーツコウモリは M1 2回戦を突破したいと思います。夢は掴むものなんでね、はい、はい、夢は掴むものです。じゃあどうしましょう。ちょっと戻ります、はい、あ、もう時間ですね、ありがとうございました。ガチトーク以上になります。皆さんも夢をどんどん掴んでいってください。ちょっとコントに逃げてしまったかもしれませんが、はい、頑張って考えたコントなので許してください。